はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ファーゼストフロンティアの続きをプレイしていきたいと思います。前回は15年目ですねの途中までやったんですけども、この牛の放牧ですね、放牧して、その土地の肥沃度を上げるっていうのは、その畑になってしまうともうダメなんですね。なので畑になる前に、放牧させて、その土地の、肥沃度を上げて、でその後にそこに畑を作るっていうことみたいなんで、そうですね、一回この辺ちょっと畑ゾーンにしたいんで、兵舎をこっち側に移動させて、で、この辺ですね。で、9×9 で作ってるんで、ちょっと道路が、道が邪魔になっちゃうけど。こうかな？これ、畑に入ってるのかな？この緑の枠と、緑の外側にあるこの白い枠は関係ないのかな。とりあえずこうかな。この辺の放牧地にして、うん。で、あとは、あと今のうちにちょっとやっておきたいのが、石。石を今のうちにちょっと集めたいんですよね。その、ティア3になったら、すぐにこの壁を、石の壁にしたいんですよね。これだ。で、前回、この石の壁作れなくて、石がなくて、まあ、そもそもマップに石が なくなったっていうのもあるんですけど、なので今のうちに、ちょっと意識しながら石を集めていって、で、あんまり村を発展していくと人増えちゃうんで、この辺であまり余計なことしないで、人が増えると多分襲撃も激しくなるんで、この辺でストップしたいんですけどね。止まる。ちょっと石を取っていきましょう、今のうちに。あ、この辺かな、この辺の。で、石を優先。で、ここもやっぱ壁作った方がいいですよね。一旦ここ平坦化して、で、ここの畑も完成しちゃったんで、まあ普通に作りましょう。16年目。とりあえず人数は抑えながら。で、石が今189ですね。これでもまだ全然足りないですよね。あ、ほら、麦だ、小麦、これ腐ったんだ。腐敗によりって。でもこれでもう大丈夫ですよね。こっちには入れることないんで。
ちゃんと入ってるかな。あら、あ、まだ取れてないのか。あ、石鹸が全然できてないな。あ、いやー、でもレンガ高っ。ちょっと高いな。まずいいかな。ちょっとこれ、これまずいいか。うん。あ、石売ってますね。まずこの辺打って。石、安いんで買っときましょう。全部。買いすぎかな。で、あと食料がないんで、やっぱ魚がないっていうの痛いな。なんで石鹸作ってくれないんだろう。別に、うん、生産比率も必要材料もあるし、3人割り当ててるし、でも去年50作ってるんだ。じゃあみんな消費してるってことか。重視ありますね。普通にありますね。薬草がちょっと少ないかな。あ、完成した。で、薪もまああるし。4人ぐらいやってもいいのかな。石鹸14。はい、ちょっと問題が発生しました。この建物劣化ですね。で、この市場の修理にレンガが必要なんですよね。で、レンガはないんですよ。ないし、現時点で自分で作れない。ティア3にならないとレンガは自分で作れないんで、これだ。次の年の行商人がレンガ、あ、金のインゴットも使う。待って、どんどん必要素材が、うん、行商人がレンガを持ってきてくれないと、
ちょっとやばいかもしれないですね。で、あと食料。食料はこれ、たまらないんですけど、この畑俺ミスりましたね。この同じ年に、この作物が取れない、作業っていうんですか?にしてるんで、この年に何にも取れないんですよね、この畑から。この辺から。その辺もちゃんと考えてやるべきでしたね。何も取れない年があるっていうのは、食料がたまらないんで、で、来年再来年もこう取れるんで大丈夫なんですけど、なので、ここの畑を、来年またこの作業をさせて、で、来年はこの上2つで取れるんで、こことここか、ここの作業とここの作業を、まあ、作物に変えるとかすれば何も取れない時期っていうのはなくなるんだけど、で、来年になったら、今のうちに、この下設定しておこうかな、じゃあ。来年はこの作業。で、こっから作物。なんで、で、そのうどんこ病でしたっけ?うどんこ病が移る。移るって言ってたんで、この上の畑と同じものを、作ればダメってことですよね。隣接すれば。いや、小麦とか株はダメだと。あ、でも年が違えばいいのかな。どうなんだろう。来年はこれ、普通に作業してもらって、植えてないのは、キャベツとか植えてないですけどね、キャベツ。キャベツでマイナス4、肥沃度。やっぱりでも、麦系欲しいですよね。これマイナス、あ、植えれない。小麦は?小麦も無理。じゃあ、あと植えてないのは、そばか。もしくは、ね、ネギこれ入らないかな?入らない。じゃあ、そば。これで、マイナス6なんで、まあ、プラマイ0か。これ、もういいかな?ここ一回。クローバーにして、来年は。で、ここも、とりあえず来年はこの作業してもらって、ここは麦かな。じゃあ今度こっちのライ麦。ライ麦と、これマイナス5。ここに、牛の餌、やっぱ必要なんで、根菜系、カブ、人参。人参かな?
で、マイナス5、マイナス7。ちょっと推定収穫量少ないですけどね。ちょっと仕方がない。やべ、薪がない。そっか、全部あれだ、俺石に全振りしてるから。待って、一回ストップ。あ、これあと1個か。気づいたら薪が全くない、丸太が。急いで木を伐採してもらおう。よしよし。危ねえ。家畜の群れの健康、今年だから何にも取れてないんですよね、根菜とか。なんとか今年持ってくれれば。あ、やばい、めっちゃ減ってる。17年目。いやー、そっか、ミスったの。今年は、小麦とカブ、こっちは豆か。で、ここはクローバーで、3年。あ、この3年目まずいのか。ここに何か植えよう。ライ麦。あ、ライ麦大丈夫か。株。ここにライ麦植えたらダメだ。頭使うな。
株あ、入る。よし。これでいこう。2億ドル。下がっていっちゃうな、これとでも。どっかで調整しなきゃいけない。あ、これ入る。ここに入らないですもんね。ああ。株と同じサイズか。これ入らない。じゃあ豆でプラス1させよう。いやー難しい。で、レンガ。ない。石はある。石は。あれ、ちょっと丸太買おう。もしかして今年行商に一人レンガ11年で金のインゴットは使ったのか。あと1年持つ。あ、今年あれだな、多分行商人1人のパターンだな。こっちか。13人。待って。あ、1人減ってる。まあいいか。こっち側から。あ、来てない。まずこの辺に。一人なんか外で戦ってる人いるな。待って、上か。そして待って、こっからここまで来るまでめっちゃ時間かかってる。これあ、なんとかいい。これ櫓の方いいんじゃない、もしかして
あ、やっと来たかな。兵士一人。襲撃が発生。よし、おびき寄せて。ちゃんと考えてやってくれ。一匹ずつだ。そう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 。そう、突っ込まないで。壊された。盗賊か、こいつ。よしよし。OK かな。そっか、これ。移動するまで時間かかるんで、殺された住民ゼロ、うん、物資もなし。となると OK ですね。うん、どっかやっぱこっち側にも作っておかないとダメなのかな。距離が遠いと。何、どこ。あ、兵士を追っていったのか。で、ここに巣がある。待って、7人か。いや、今ちょっと受け入れない。もうちょっと溜まってからかな。これ以上人増えると多分また襲撃激しくなるんで、もうちょっと整ってから。18年目。ここでレンガが来てくれないとまずいですね。必要なレンガ12。
頼む。あったー、レンガ。よし、よしよし、危ねえ。まず売れるもの。あー、待てよ、これ、怪我間に合うから売りたいな。高いし。ちょっと怪我は。50はやりすぎか。30。うん。で、レンガを、これちょっと多めに買っといた方がいいのかな。今あるお金の分。これで、ちょ、速攻直してもらおう。建設者はいるか。10人ぐらいにして。早速持っていったんじゃないかな。64しかないんで。あ、直してる直してる。あ、直った。あー、よかった。よし、建設者戻そう。なんでゼロ。あ、立てるものがないのか。そういうことか。うん。石もだいぶたま、いや、まだ足り、まあこれでも多分足りないと思うんだけど、そろそろ進めてもいいのかな。あ、待て、これもチェックしよう。あと柳が欲しいんですよ。あの柳がないとカゴ、これだ。カゴを作るにこの柳が必要なんですけど、この周りに柳がないんですよね、このマップ。なので、買うしかないのかな。それかどっか遠出して探すとか。ああ、柳売ってない。うん、はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。